ここ事業、まあ、電子書籍の事業なんですけども、まあ、弊社楽天としても注力事業の一つです。ただまだまだ認知度が低いと思っておりまして、今回ですね、楽天イーグルス様のですね、力をお借りしてますます電子書籍事業を広げていきたいと思っております。今年からコボスタジアムということで、イーグルス の, まあ、コンテンツをですね、コボとしても積極的に取り入れていきたいと思っております。書店さんとのアライアンスっていうのも今強めておりまして、まあ、書店の方の取り組みっていうのも今後強めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。当店ではただいまコボをご購入いただいたお客様に楽天の試合チケットペアでプレゼントするという期間限定のキャンペーンも行っておりますので、ぜひご来店くださいませ。みんなで電子書籍、そして、野球を通じて宮城県東北を元気にしていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。登録したらってこと、楽天 ID を持っていれば、はい、本も、まあ、漫画もゲームもできるというのは、はい、本当移動に使わせていただいて、ありがとうございます。はい、やはり野球選手移動がすごい長いですし、まあ、そんな中でこういうものを持って、まあ、かっこいいじゃないですか、こういうこういう風にして使ってみたいなというふうに思って、本当にありがとうございます。ありがとうございます。